気持ちが希望を生むのよ。あの女の子が人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。すると老女の醜さが急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが、両手でした。魔女を
罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を恥じてお城の中に閉じこもりました。魔女のくれたバラは本当に美しい花でした。花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまでに、王子様が愛することを学び、そのお返しに愛されるようになれば、この魔法は解かれるのです。でも、その期限が過ぎたら、王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体、誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。僕を見て、そしてそっと
た怯えても震えてもいない優しい眼差しで言った通りにやったな。俺たちの言った通り。